戦友権もしくは、戦友権は、中華人民共和国福建省保電市に位置する権。この地はもともと、制限権と呼ばれていた。安記省の南人共という男が無本を企み、息子国人はそれを嫌って飛び出し、各地を経て、今の旧恋い子まで来たところ、大変に美しいところであったので、ここに住み着くことにし、薬草を取っては難薬を作り、地元民を救った。 ある年の中秋の夜、旧兄弟が月見をしていると、羽が生えた鯉が九尾飛び出し、旧兄弟を乗せて天に登った。鯉は旧兄弟の作った薬で変化したのであった。この話が伝わり、この地は、千有県と、県城は、鯉城と呼ばれるようになった。福建省の東南部の沿岸部にある。海岸線はわずかながら、台湾海峡を隔てて、台湾と面しており、 強化系科協の出身地として知られている。県政府のある小井城街道は内陸部にあり、高速道路から車で40分ほど丘陵地を走るとつく。1563年、民の将軍の関継テルが和光と戦い、1万人余りを殲滅した。これを戦友大戦という、米、本館、龍眼などの果物、キノコ、うなぎ、茶、 砂糖キビの生産が盛んである。香りないと、花崗岩、石英などの鉱物資源も豊富である。また、渓流が縦横に走っているため、水力発電量は塩海地畜最大である。木工品、木の彫刻品の製造も多い。工芸美術の里、国画の里、擬曲の里、武術の里などと称される。主に戦後が話されている。 古伝子の戦後と比べて、泉州氏の敏南語により近い。小異常鎮では、聖母15種、陰母48種、成長7種を有する。ありがとうございます。